ソムリエナイフソムリエは、レストランで客の要望に応えて、ワインを選ぶ手助けをする、ワイン専門の求人,人。フランス、イタリアでは、ソムリエの国家資格が存在しているが、日本には国家資格はない。しかし、民間資格の日本ソムリエ協会が認定する、ソムリエ、シニアソムリエ、マスターソムリエ、全日本ソムリエ連盟が認定する、ソムリエ、ワインコーディネーター、 プロフェッショナルソムリエの資格がある。ソムリエの発祥時期は明確には分かっていない。中世ヨーロッパにおいて、王の飲食物管理や毒味薬を担った食事係が管理していた荷車が語源であると考えられる。12世紀のイタリアで表された医学書、サレルの養生訓では、良いワインの選び方やワインと健康についての考察がなされている。イギリスの貴族の屋敷においてはバトラーがワインを、 管理しており、品質に関する知識も不可欠だった。19世紀のパリのレストランにおいて、ワインを専門に担当する現代のソムリエに近い役割が出現し始めた。この当時、レストランのカーブにあるワインゾーンから瓶詰めを行うこともソムリエの大切な仕事であった。1907年には、現在のフランスソムリエ協会の前身であるパリソムリエ組合が誕生した。 この組合には800名程度の組合員が存在したが、第二次世界大戦による組合員の戦死により200人にまで減少した。また、社ーから瓶詰めワインが直送されるようになり、ソムリエの重要な仕事であったカーブでの瓶詰め作業が不要になるなど、ソムリエという職能自体が危機に瀕した。このため、ソムリエの重要性を世間に知らせようとして、年に、 パリソムリエ協会が結成された。またその後、国際ソムリエ協会も設立され、ソムリエの育成やワインの知識伝達に努めている。フランスでは、以下の国家資格とされている、イタリアソムリエ協会認定ソムリエ制度が存在する。AIS 認定を受けるとそれぞれ規定デザインのバッジが授与され、資格者として付けることが許される。この AIS 認定ソムリエは、イタリア国内で開催される。 養成コースを受講し、その後の試験に受かることにより正式なソムリエとしての認定をされる。2004年に現在 AIS と共にコラボレーションをしているアカデマやデ D バニーが設立されたことにより、日本語翻訳での受講が可能。プロソムリエに合格した者、ソムリエに合格した者。このソムリエの中には、ソムリエとプロソムリエがあり、養成コースと試験は同じ。ソムリエとして、 職の分野の中で働いている人が、教会本部に申請をすることによって、プロソムリエとしての認定をされる。認定を受けるとそれぞれ規定デザインのバッジが授与され、資格者として付けることが許される。マスターソムリエ資格シニアソムリエの中から、関係者の推薦によって認定される。シニアソムリエ資格ソムリエ資格認定後3年以上、経過したソムリエで、以下の職務を、 通算10年以上経験し、第1次試験日においても従事している者が、受験資格を持つ、以上の受験資格を持ち、試験に合格した者に与えられる。ソムリエ資格以下の職務を、通算3年以上経験し、第1次試験日においても従事している者が、受験資格を持つ、以上の受験資格を持ち、試験に合格した者に与えられる。ワインエキスパートワインを中心とする種類、飲料。 食前パンの専門的知識、テイスティング能力を有する、モノ職種、経験は、不問ソムリエ職種についていて、受験に必要な経験年数に満たない者が、規定の試験に合格すれば認定される。シニアワインエキスパートワインエキスパート認定後5年を経過し、年齢30歳以上の者が規定の試験に合格すれば認定される。蒸気のワイン、アルコール飲料を提供する。 飲食サービス業従事歴には仕事の中でワインを扱うもののその選択を事実上ほとんど行わない航空機の客室乗務員なども含まれる蒸気以外にもワインの普及に功績のあった人物などに授与される名誉ソムリエの称号があるなお以前存在した資格として書きがあるワインアドバイザーシニアワインアドバイザー2015年まではソムリエ受験資格はワイン アルコール飲料を提供する飲食サービス業に5年以上従事したことがあるものとされていたが、腕、ワイン、種類、飲料の仕入れ、管理、輸出入、販売、教育機関、種類製造に従事するものもソムリエであると定義されたことより、ソムリエとワインアドバイザーの故障統一が行われた。このため、ソムリエの受験資格も従来、 ワインアドバイザー受験資格に必要であった通算3年の業務期間に統一された。実際の認定業務は、アンサの上部団体である、病院専門家団体連合会が行っている。受験には、不母認定会員に入会した上で所定の講習を受講する必要があるが、日本ソムリエ協会の資格と異なり、飲食店での実務経験は要求されない。プロフェッショナルソムリエ資格すでにソムリエ。 ワインコーディネーター資格を取得しているもので、不母所定の講習を受講し、認定試験に合格したもの、ソムリエ、ワインコーディネーター資格、不母所定の講習を受講した上で、認定試験に合格したもの、なお不母が認定する他のアルコール飲料関連の資格を保持しているものについては、試験が一部免除される。ありがとうございます。